はいこんにちは今回は10月8日金曜日に公開されました、えー、劇場版宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち全勝テイクオフご紹介したいと思います後半ですねまあ、後半というかですね始まったらすぐにですね、えー、見た後の感想なんかもねどんどん語らせていただきたいなと思っていますんで、えー、まだご覧になってない方はですね はいまず見てからですねえまたこの動画に戻ってきていただいてですねえ一緒にね今回のね大和を楽しめたらなというふうに考えておりますネタバレ注意よろししくお願いいいたしますはい、では今回のね、えー、鑑賞方法なんですけれどもね2202まではね全部劇場に足を運んでいたんですけれども前回の総集編あたりからですねさすがにちょっと劇場怖いなというところもありまして。 まあ劇場のね、えー、チケットだけ購入してで、チケットを持ってるとですね、当日、えー、公開同時発売のこういうブルーレイ買えますんで、そのブルーレイを購入してね、ね家のね、えーまあ、ちょっと大きなスクリーン、まあ、簡単に言うとホームシアターでね、えー、鑑賞するようにしております。で、今回はですね、ちょうどあの10月7日の夜に地震が関東、大きいのがありまして、 で8日の朝は交通機関めっちゃくちゃの中ですね、えうちのせがれがねえ、一生懸命調達してきたものをですね、楽しませてもらったということで、まあ、具足にも感謝というところでございます。はい。まあ、簡単にグッズの説明なんですけれども、まあ、このブルーレイですね、えあの劇場だけであの販売されるということでね、通常ね、あの他の、えー、ルートで買うとね、まあ、何ヶ月か1ヶ月ぐらい遅れるんでしたかねで、中身はこういう感じで。で、ブルーレイのディスク。 入っておりますとということですでこのタイトルね「はい、2205新たなる旅立ち全勝テイクオフ」っていうふうに書いてあるんですけれどもあら不思議このここを見るとですね、えー、あの番号で1とかになってるんですねこれはどういうことなんだろうかということなんですけれども結局今回もですねこれ30分の話が4話入っているという構成になっておりますまあ当然ですね、えー、考えることは一緒で まあ、あの地上波とかあるいはまあ BS 等々でテレビで放映されるのかなとかあるいはですねネットフリックスとかアマゾンプライムとかねああいうところで、まあ、限定公開されていくのかなとかねいろいろと考えますまあただ単純にね劇場とブルーレイとディスクだけってことはありえないんで、まあ、どんな形でメディアにねヤマトがね乗っかっていくのかっていうのはねちょっと楽しみではありますねでこの、えー、これにですね、えー、これ。 こういうシナリオですねがついてくるとそれとエコンテッシュがついてくるというのはこれいつもの最近の定番ですねはいであとこの中にですね今回劇場で公開される時に本編の前に放映される今までの、まあ、あらすじっていうのがありますけれどもこれが結構見物ですね私正直これだけでお腹いっぱいじゃないかなと思いますそれと我々らがねレスラー相当のねはいこの 何、えー、て言いましたっけ紙入れるケース。はい。ですね。あ、フォルダーですね。失礼しました。はい。で、パンフレットですね。中身はね、著作権の問題もありますんでね、多分お見せしないんですけれども。はい。まあ、いずれにしてもね、これちょっと私は嬉しかったですね。今回、劇中でね、これ逆側にこう構えてね、このデスラーのね、愛獣がですね、この反対側にね、なんか刻印がありましたね、デスラーのね。 あれがね、この銃の形式の刻印なのかね、デスラー相当万歳みたいな感じなね、メッセージなのかっていうのはね、また興味深いところではありますけれども、はい。早速ですね、この後、えー、感想をね、ちょっとね、私もう還暦なんですけれどもね、宇宙戦艦ヤマトね、えー、オリジナル直撃世代としてはですね、今回は黙っていられないんでね、たっぷり語らせていただこうと思っておりますんで、はい、よろしかったらね、 お付き合いいくださいおじいちゃんですからねはいちょっと着付け薬で、はあ、はいこのあとネタバレありますんでねまだ見てない方はねはい早速見てからということでねよろしくお願いいたしますで今回ですね、えー、映画化された範囲これが時系列ですこれオリジナルヤマトですねはい えー、宇宙戦艦ヤマト宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちですねさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちそれでヤマトが特攻して、えー、消滅してしまったんですけれどもそれをね補正するかのようなね宇宙戦艦ヤマト2というテレビシリーズこれによってねヤマトはね、えー、生き残るんですねヤマトも古代も沖田もねあ沖田、ね、雪もね主要人物がでそれの、えー、直接の続編というのがこの新たなる旅立ちです で今回の映画はですね、この新たなる旅立ちという作品のですね、そうですね、前半およびあ、まあ、大体言っても3分の2ぐらいのところをですね、えー、4話にまとめた話になっております、はいで。この新たなる旅立ちっていうのはですね、劇場公開ではなくてですね、えー、テレビスペシャルとして、ね、放映されましたね。で当時得意のね、えー、西崎戦略って言ったら怒られちゃうでしょうか。えー、日本放送か何かでね、前半とかね、 あるいは時によってはねもうほぼ全部ねあの音声だけ流すわけですねそのまんまあのー、ドラマをねもうそれで期待をワクワクでねで放映の時にはバン見てが盛り上がるみたいな感じでねしかも、えー、前回の、えー「さらば宇宙戦艦ヤマト」これでね沢田賢治というね当時人気絶頂のね歌手が主題歌を歌ったともうそれに対抗してねこの時はもう島倉千代子ですからね最後ね もうひっくり返りましたね多くの不安がねどっちでどうしてそっちに行くのみたいなねまあそれもね今となってはいい思い出です今私ね今回これをね楽しむにあたっても,もちろんこれもね何度か目を通しましたけれども、まあ、島倉千代子でいいよねみたいなところもありますねはいで早速ですね今回このフリップの目的はですね今回のイベントに対してねこのいくつかの作品ヤマトのね旧作シリーズといっても言いましょうか これのどこからどういうふうに持ってきてるのかななんてことをね、まあ、その辺楽しみながらね、えー、進めていきたいなと思いますまずですね今回真田幸それぞれね艦長として就任して大和と一緒に護衛艦隊を組むことになりますでこの由がね、えー、三段跳び出世みたいな感じでね、えー、そんなことに言及されるシーンがあるんですけれども、まあ、それについてはねまさに復活編ですね 復活戦でいきなりユキが艦長になっててしかもアンドレメダ級のねさらに大きいやつに乗ってるで、護衛艦でしたよねあれもねどういうことなんだろうっていう人に対してね、まあ、この辺をね今回ねもう説明してくれたかなというふうに思いました私はこれ勝手な感想ですけれどもねで真田がまあ艦長になるっていうのも当然なんですけれどもまあ要するにヒューガとアスカっていうねヤマトと一緒に艦隊を組むねまあ、 補給艦であるとかあるいは空母みたいなものをねセットにして大和単管ではなく今回その三艦で動いていくという話の流れになりますでそれとお約束のね新乗組員のね、えー、ちょっとお茶目なシーンいっぱいありますここで特筆すべきはですね前回ししてしまったアナライザーですねでただあのアナライザーね殉職後部品運び出されていますよねでああともう一つあの黒いね AI アナライザーアナライザーも AI を搭載してるんでしょうけれどもこれがあの射殺されますね東堂館長にねでその後、えー、タイトルバックというか、ね、エンドロールのあたりでですね、えー、白いアナライザーが今度生まれてきてそれが非常に人にねこういい子に従っているような風景が見えるんですけれども今回このアナライザーたちがねいろんな色に分かれてねアナライザーチームみたいになってますはいこのあたりがね えー、あの甲板の上でねちゃんと人間と一緒にね新乗組員と一緒にね整列してたりしてねであとあの、えー、空母真田さんがまあ艦長やってる空母にね、えー、から離艦する時ですね戦闘機がその時のね作業はねアナライザーがやってるんですねはいとこれは敵人ですね空気のないところでも存分にから作業できますから挙句の果てにねグッドラックなんて言っちゃってますねもうお茶目お茶目 でどうも私のこの読みではですねアナライザーのパーツから例えば、えー、記憶のパターンみたいなものをですねある程度移植して作られたのが今の新型のアナライザーたちかなと。ということでねセリフの数々動きちょっとポンコツ具合とかがですね全部アナライザーのね DNA を引いているように感じましたこれは非常に面白かったですねそれから「お約束の新人訓練」この辺り2つはね新たなる旅立ちからねそのまま持ってきていますね はい、ただそれが非常にグレードアップされていてまあ簡単に言うと我々オリ,オリジナルを見ていた世代からするとですね当時やっぱりね手書きでねあのアニメですから物足りなかった部分がね最新の技術で、ね、ものすごい迫力で蘇ってるというふうに素直に楽しめたところですねこの辺はね。そして「ガミラス星」が崩壊してしまう辺りに関してはこれも旧作通りでございます。 で今回ねデスラーはねもうすでにね、えー、ガルマン帝国というところとね、えー、もうコンタクトを持ってますね。でそこでですね、まあ、ガルマン人とそれとガミラス人っていうのがね、えー、同盟がもう同盟というよりもまあデスラーが束ねていくと。 いううう流れがねねもう見えそなな感じになってます、ね、これ冒頭描かれるんですけれどもこれはね、えー、冒頭14分はね公開前にもう YouTube で公開されてますん、ね、で皆さんご覧になったと思いますけれどももうもはやですね、えー、主要人物ね総出でですね誰が見ても喜べるともう特にねガミラスファン多いですからねガミラスファンにはたまらないような流れになってますね。 やっと、ね、移住先のね、えー、星を見つけたねデスラーがねその今のガミラス星これ崩壊の危機にありますからここからねどん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 移民させるんですね、まあ、そのためにね自分の艦隊を使ってね、まあ、その支持に当たるとそしてあの一時期2199ではですね「デスラー」ってね呪いの声を上げていたヒスこれ総理になってますねでヒス総理ガミラス星でね頑張ってねその移民計画を進めています でそんな中ねデスラーとね無線通信でコンタクトするところがあるんですけれどもそこでね、えー、ヒストねデスラーのまあ要するに、えー、仲違がいがね見事ね数秒の仕草でもう完全に解消されるっていうところはね非常に嬉しいですねで当然ね、えー、2202とかに出ていたね大活躍のね、えー、人たちガミラス側のねメンバーたちはね当然元気です。はいタランバーガーガ それとね、ね。ね。フラーでですす、ね、ももうう大活躍です、ね、もうかっこよすぎるぐらいですねどっちが主役だか分かりません前半。でこのねレスラーがですね人が変わったようにですねやっぱりその崩壊しつつあるガミラス星そしてそのガミラス星にね横からいきなりボーン出てくるのがですねこの、えー、こことここでねオリジナル版で主敵となるね暗黒星団帝国連中ですね。 こいつらがねいきなりねガミラス星をねボボコボコにするわけですね。で、そこに駆けつけたデスラーがですね、えー、崩壊しつつあるね、えー、ガミラス星からね一人でも多くの民を救うんだっていうねちょっとね、えー、デスラーそんないい人だったのかっていうところはですねこれ完結編の冒頭でですねあの水惑星アクエリアスによってねあのもう水没の危機にある 星からですね一人でも多く救うんだってね古代が判断してしたがために大和が脱出できなくなってとんでもないことになっちゃうみたいなねはいそのシーンにね私はね似ているなというふうに思いましたね。だからここで成長していって最後官庁になったんだけれどもまだそれでもねその単純に数の論理ではなくて救うべき人を救わなくっちゃっていう熱いね、えー、古代の成長これがねこちら側ではねデスラーに乗り移ったかのような。 感じを受けましたそしてもうこれはもう見ものですねイスカンダル防衛船、えー、ガミラスが崩壊してで前作オリジナルではスターシャを救うためにデスラーは、えー、イスカンダルの海に降りるんですけれども今回そこがうまくできてましてガミラス星から移住しようとしていてまだガミラスの軌道上にいる船これがガミラスの崩壊におけてですねイスカンダルに一回着水するんですね。その民を救うため ただ本音はねスターシャを救いたいっていう気持ちもあるんじゃないかなと思いますけれども、えー、デスラーはね向かうわけですねでこのイスカンダル防衛戦、えー、旧作の胸厚シーンはそのままにものすごくグレードアップされていてもうあっという間に時間が経ちますはいそしてここにね、まあ、ある容器に入ったサーシャっていうのが出てくるんですけれどもこのサーシャってどのサーシャっていう感じですよねはい スターーののの妹のサーシャなのかあるいはオリジナルでね古代守ると、えー、スターシャの間に生まれた赤ちゃんのサーシャなのかというところなんか青いなんかクリスタルみたいなね輝きを持った物体になっててねあの波動コアみたいなものの中に入っていますねこれどういうことなんでしょうかあとでまとめて語りましょうでヤマトの反乱結局ね、えー、まあ世相を反映してるんですねそれはこの復活へもそうでしたね要はですね ガミラスはや未知の敵にやられているとこの時点ではまだね地球側はね暗黒星団帝国なんて知りませんからそれなのかガルマン帝国にやられてあボラー連邦にやられてるのかっていうのがねわからないんですね。はい、でそのあたりでねどうなっていくんだろうというようなところでですね、まあ、地球は二の足踏むわけですね巻き込まれちゃならんということでどうもねガミラスを見捨てようという気配が出ると。 で、それはならんぞということで大和の中で、まあ、若手が反乱を起こすと。しかしその若手の反乱はすぐ制圧されるんですけれどもなんと、えー、古代と、まあ、古代艦長をはじめとしてねもともとのクルーたち自体がね反乱を起こして大和に上官していた芹沢、えー、それとバレル大使それと、えー、山並これをねえはいあのー 避難艇みたいなやつあの外部に出るねあのシャトルみたいに乗せてね、えー、大和からねあの放逐してしまいますね。はい、で大和反乱ということで大和はデスラーがボロボロになりながら守っているイスカンダルに駆けつけてで、えー、雪のね艦ですねここが持っている新兵器でね、えー、一応ねデスラーの基地を救うというところで、えー、この今回の全勝は終了しております。 ももううう次が見たくななるといいいのはもう間違いないです、ね、で、すねあとこの最後のところにやっとねえ本番でパワーアップされた手法がね発射されるんですけれどもこれはですねとわに出てきたですね例のね、波動えまあ、要するに手法に3本線の入った手法ですねパワーアップされた手法なんかあれにすごく似てるような感じがしました。はいそれと ここにはちょっとね、スペースの関係で省きましたけれども完結編と「ヤマトよトワニ」の劇場版の間に宇宙戦艦ヤママト3っってていいうドラマが入っていますで。このドラマの登場人物が今回繰り上げで登場しているんですね新人にねそれがドモン・リュウとそれと相方の坂東っていうのが繰り上げで登場していますですからあのオリジナル版とね、えー、新人たちのね序列っていうか年功がねちょっと年次がちょっと違ってますね でこの「ヤマト3」で出てくる「ボラー連邦っていうのがもうすでにこう出てきていますね今回冒頭からね。ということで私のなんとなく感想なんですけれどもこの,この2つは少なくとももう一緒にあっという間に進むしこの2つプラス宇宙戦艦「ヤマト3」の世界までは一緒に今回このシリーズでやってしまうんだろうなというふうに読んでいますしかも期待をしてですねはいまああの正直言いますこんなに面白いとは思いませんでした。 もう22022でねこじれにこじれた鬱屈した古代もう見たくねえよっていうぐらい鬱屈しちゃいましたけれども今回ね、えー、まあ決して明るくはないですけれども全然いいですでおそらく多くの、えー、我々同世代のオリジナルファンが思っているのはこれが大和だよとでもちろん一緒に、えー、うちの息子あるいはその息子の友人と見ましたけれども彼らの評判も上々でございますつまり新世代、えー、世代代と旧 どちらも楽しめる接中点を見事に探した作品じゃないかなというふうに思っております。でこの続きはですね、はい、2月4日ですかね来年の、はい、2022年2月4日に公開されるということなんでまたね34ヶ月待たなきゃいけないんですけれどももう来るのが楽しみですね。 こういう時年寄りはいいい年りはですね若い人にとっての4ヶ月とね年寄りの4ヶ月はね体感が全然違うんで私らなんかね仕事でひいひい言ってる前にねあっという間に2月なんか来ちゃいますんでねまあね楽しみにしていたいなというふうに思っている次第でございます。まあ、とにかく、えーまあ、簡単に言うとこの元々の新たな旅立ちの見せ場ってどこだったかねっていう例えばね今回やったところではねデスラーの 危機に、ね、際してねギリギリのところでヤマトが駆けつけるっていう胸厚シーンですね、まあ、それも入ってますしでこのあと予告編が、まあ、ディスクについてきたんですけれども見るとやはりその後のこの中での名シーンは入っています。はい、それとイススカンダル人とガミラス人の関係それとあの、えー、暗黒星団帝国あるいはそこのね中核にあったまあ旧作では中核にあったデザリアムっていうものの関係この辺りがね えー、少し明かかされるのかなっていう感じですねはいなんとなくこれは私の推測なんですけれどもやっぱりねえー、っと何て言うんですかね例のあの、えー、時空ですねはいあの前作「2202」で出てきたね超,超次元っていうんですかね要するにあのパ,ンパンケーキ理論でもう未来はもう確定していてどこの断面を切ったってねそれがこうなんかこう。 交差できるんだみたいな形のね、まあ、そういったね宇宙観というか時間観というかねそういうものをね、えー、なんか引き継いでるなっていう感じがしましたであの敵型のねあの暗黒星団帝国とは名乗ってないですけれどもあの連中がですねあの歴史をねちゃんと戻さなきゃいけないなんてね「スター・トレック」によく出てくる話ですよねこの辺りね見てる方はよくわかると思います。 はい、あ,のてあそこに出てくるあの時空パトロールみたいなね、えー、そんなことをねなんか、えー、デザリアム側の人間は言っちゃったりもしてるんですよねですからそのあたりっていうのは、まあ、時間断層前回ね2202で崩壊しましたけれどもこの辺りとどういう関係があるのかなっていうのがちょっと見どころかもしれません。というのも本編の前にね、えー、あらすじ語るこの語り手はねなんとあの芹沢です。 でセリザーがねこういろいろと語ってる中にねなんかねその時間断層時間断層っていうのがやっぱ出てくるしまあ本編の中にもなんか出てくるしそういうことを考えるとねあの時間断層っていうそのお別の,その空間でその時間の流れが違うんだよみたいなものっていうのがねやっぱりこの今回の作品にもねいろんな意味で影響を及ぼしてくるのかなっていう気がしています。 で前作の時にねそりゃねえだろうと思ってたところに理屈が前作自然にあの、えー、ガミラスを失って双子星の、えー、イスカンダルがこう、ね、あの重力バランス崩れてどんどん加速していって勝手にワープしちゃうんですけれどもそんなことしてたらね宇宙中の惑星でワープしちゃいますんでねま知ってんのかもしれませんけどそれに対してね今回ねそれをねデザリアム側がねフォースフィールドみたいなものを使ってねガーッと引っ張ってるんだと。 そういうのがね、バーガーがねあの向こうに何かがいるなんてね結構気の利いたセリフでね、えー、予見しちゃったりもしています。はい、ということでねもう見て興奮しちゃってそのまんまで喋ってますんでね、えー、お聞き苦しいところも多々あったと思いますけれども皆さん一緒に楽しみましょうそして続編いろいろね想像してみるのも楽しいし何にも想像しないで受け入れるのもこれまた楽しいと。 私の楽しみ方は、新作を見てから旧作を見ると新作もちろんですけれどもまた旧作のね最後に今回、えー、主題歌ですね、えー「新たなる旅立ち」の時にオリジナルで歌った佐々木功さんの歌これオリジナルの昔の音源だと思いますそれと本編の方の主題歌ねあれもオリジナルの佐々木さんの声だと思いますつまり1970年の声に70年代の声 佐々木氏の歌に最新の大和の映像が乗っかってくるとこんな素晴らしいことはないんじゃないでしょうか。ということでね、えー、今回ね宇宙会艦「大和2 2 0 5全勝」感想をね語らせていただきました。ではまた。